暑い夏がそこまで来てる。はい、中村さん、はい、まあ夏恒例なんで、なるほど、はい、これを1枚取ってください。はい、1枚。僕はどうやらみんなから臭いと思われてるよ。臭くないんだよ、中村意外と臭くない、ね、はい、マジで匂い気をつけてる。はい、お願いします、はい、みんなこういうのね、どんどんやっていきましょう。こういう感じでね。あ、染みない、大丈夫。はい、ありがとうございます。そして、あ、ハットだ。撮影中じゃん、ハットも1枚あげる。はい、やったね、みんなに1枚ずつあげよう。俺ちょうど夏だからね。はい、あ、タケタケタケもね、はい、いいよいいよ、夏だからこういうのはあのみんなエチケットでみんなやっていきましょう。大会前にね、はい、あげるよ、ほら、はいよ。やっぱりこういうのはみんなでちょっとずつ気をつけるのが大事だからね。はい、大会だけど、大会前にほらエチケット、はい、みんなこれ、はい、みんなな、例のタイムか、例の例のみんな、あの暑いからさ、暑いからちょうどあの、はい、体とか首とかいろんなとこ拭きなさい。はい、みんな、はい、一応これをね、夏の前のエチケットでね、これで別に解決するわけじゃないけど、こういうのをやってみんなでちょっとずつ、あ、いよいよいよ、ほら、はい、みんなね、はい、みんなちょっとずつや、中村もやりました、はいよ、はいはい、オッケーオッケー、はい、エンガちょ、ほら、エンガちょ、ほら、あ、俺もう自分のあるんで大丈夫。あ、そうなの、はいはい、怪しいと思う、怪しいと思う、ガンさんいる、いらない、ヒリヒリしちゃう、大丈夫、ヒリヒリしちゃう、そういうのがいます、オッケーです。はい、はいはい、どうしたどうした、みんなに配りましたけど、もちろん、我々スタッフも、気をつけて、僕も自分でもちゃんと綺麗にしてるつもりですが、一応、ちゃんと綺麗にこの辺とかもねやっていきたいと思います。別にこれで全部あの店の中が綺麗になるわけじゃないけど、こういうことをやることによってみんなの意識がちょっとずつこういうのケアしていこうかなみたいな、そういう風になっていけばいいかなと思ってます。はい、夏はやっぱり暑いんで、みんな、匂いの問題が気をつけていこう。では